ソユーズ31号は1978年に行われ、サリュート6号を目指したソビエト連邦の有人宇宙、飛行である。軌動上の施設を目指した7度目のミッションであり、ドッキングに成功したのは6度目となった。長期滞在するソユーズ29号の乗組員に、とっては2度目の訪問者となった。ソユーズ31号の乗組員は、バレリー・ブイコフスキーと、 東ドイツ発の宇宙飛行士となったジークムンとイエンであった。彼らは長期滞在の乗組員のソユーズと交換し、ソユーズ29号で地球に帰還した。長期滞在の乗組員はソユーズ31号に乗って地球に帰還した。三度目のインターコスモスとなるソユーズ31号は、1978年8月26日に打ち上げられた。翌日、 サリュート6号の後方ポートにドッキングした後、ブイコフスキーとイエーンは、サリュート6号に滞在していたコワリョウノクとイワンチェンコフに面会した。彼らは長期滞在乗組員のために、新鮮な玉ねぎ、ニンニク、レモン、リンゴや、その他の食物を運んできた。カール・ツイス社が MK、MKF-6M カメラを宇宙ステーションに設置し、イエンの作業を撮影した。 音声や雑音の需要限度の試験等の医学や生物学の実験が行われた。ベレリーナと呼ばれた実験では溶光炉を用いてビスマスとアンチモンでできたアンプル内の2枚の板の間の物質を加工した。結果としてできた樹状構造は地上でできるものよりも4倍から6倍大きかった。また異なる写真フィルムを用いて ステーションの内部を撮影する試験も行われた。ソユーズ三十一号の乗組員は、ソユーズ二十九号の乗組員とソユーズの機体を交換し、長期滞在の乗組員に新しい機体を提供した。九月二日に、ソユーズ二十九号のエンジンが試験され、観光フィルムとともに百の実験結果を収めた二十5 の実験容器が移され、その後座席が交換された。ソユーズ29号は翌日ステーションを離れ、ジェズカズが南東1 4 0トルに着陸した。ステーションに残った乗組員は、ソユーズ31号を前方ポートに移動し、プログレス補給船のために後方ポートを開けた。彼らは139日間という宇宙滞在記録を樹立し、11月2日に地球に帰還した。 ありがとうございます。